こんな感じで、うん、ちょっとやってみます、ね、ちょっとなんかバランスが悪いですね。バランス悪いね。もうちょっと平らにしちゃってもいいですか。ここちょっと平らにしてすごい。樹脂系、樹脂、エポキシ、あ、パテみたいな、うん、まあ、パテっていうか、ボンド、ボンド、このスプレーは何のスプレーですか。あの、なんつうの、速乾剤。あ、瞬間接着剤。へえ。なかなか真似できないですね、これは。あんまりやらないですもんね。1時間ぐらい大丈夫だと思うんですけど、一応30分では固まるんですけど、少し置いた方が、うん、 OK ですか。じゃあ、あとは乾燥待ちと。そう、ありがとうございます。結構根っこ長い、ほら。本当だ。下まで届くかもね。これこう交差してるところちょっと直しますから。はい。本当に結構長いですね。うん、ちゃんと。な、ちょっとあとラファイア巻きますから。はい。そんな下まで巻くんですね。うん、これ下まで来るね。へー、ちょっとビニール巻くす。乾いちゃうからね。根っこ乾かないようにしまってます。これは、あ、結構行くんですね、うん、上まで。正面変わっちゃいますね、うん、後ろ側になっちゃう。それか後ろから倒すか。あ、そんなとこ行けるんですね。あ、あ、せっかもっとこの辺から出す。どれがいい、どれがいいですか。もう根っこ、根っこ見せてもいいんじゃないかね。うん、まあまあ、そうですね。こう、そうですね。この辺まで見せて。うん、いいと思います。あれ、正面どっち下だったこれ。いいんだよね、こう。そっちです、正面。はい。
ちょっと針金入れますか。はい。これあと外せるように途中で切っときます。はい。これでいきましょう。はい。じゃああとは針金をくっつけます。これなんだろう、違うのもありますね。違うの入ってる、うん、ね、結構大きいですね。ちょっと大きいかな、うん、葉っぱがうまく取れね。あ、そうだ根っこが取れなかった、うん、いいかな、うん、いいでしょ、これじゃない、うん、はい、これちょこっと入れば、はいはいはい、これでいいか、うんうん、なんか癖つけたくなりますね、こっちも。ちょっと下に引っ張るか、うん、このぐらいのがいかない、そうですかね。これ固定したやつ、いい？はいはい、ここで、はい、これ針金外さないんですか？うん、針金をつけたままなんですか？針金これ、うん、これつけた後で外す。こっちは、こっちは切る、これ埋め込んじゃうから、うん、この針金はもうずっとつけたまま、うん、固定するやつは、うん、固定の針金だから、こっちは後で切っちゃうぞ。はい、いくらかこう水が上がってくるでしょ、下から、はいはいはい、思った。ちょっと細かい方、大きいのと、はい、靴よりちょっと小さいの入れますからね。
どうかわいい。のり。いいねいいね。作ったばっかりなんで、ね、もう何年も経ってるような感じの。ね。かっこいいですね。カレーすごいですね。このサイズ感がもう。そう。すごい感じ。めっちゃいいっすわ。僕はもう骨格ができてて、はい、あそこの枝先を整えればこれで。崖っぷちで松がこう生えてるっていう感じをします。うん、で、あと培養は霧吹き。霧吹き。あの水を直接かけてもらう。ああ、前ですか。で、霧吹きでこうかけてもらったのが、多分ね、こうあの結構土が落っこっちゃうと思うんですよ。あ、じゃあ上路。それか、あと下の方にこう水やれば、あ、なるほどね。こう下は大丈夫。上からジャーってやるとこれで落っこっちゃうから。そうか。ちょっと大変ですね、じゃあ。ちょっと大変。それか、あと、薄いトレーの上のっかって。ああ、なるほど。あの、スーパーのお皿で。下だけだから水つけちゃえばいいってことですね。さあ、あの、夕方にあの水がなくなるようにしないと、根っこ腐っちゃうからね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。いいですね。はい。